バイダーチャンネル。はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続きですね、タイの小売市場についてお話をしていきたいと思います。小売市場なので対象は FMCG、消費財ですね、食品、飲料、菓子、日用品等の消費財メーカーが対象になります。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。ぜひお近くの書店 Amazon でお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、それでは早速スライドお願いします。今日はね、前回、タイの市場財閥が非常に強くて、小売と話をして、そこから中間流通事業者、ディストリビューターを紹介してもらって参入するというやり方がまずはベストですと、なぜならば中間流通のマージンを抑えられるからですというふうにお話を申し上げました。で、2強の財閥 CP とセントラル、2強体制で、特に CP7 とロータスを持っている CP が非常に強いですよというお話を前回してるんですかね。で、今日ね、この左のスーパー、右がコンビニということで、主要なスーパーのまずお話をしていきたいんですけど、1社目がね、このロータスですね。ロータスは、タイの小売の、一番大きい小売ですね。チャロンポカパン CP グループ傘下の小売で、全土に、タイ全土で展開してますよと。で、スーパー、ハイパー、それからデパート、ホームセンターなどの小売店舗を運営してますと。で、何から何まで扱ってますよね。ロータスにないものないっていうぐらい、いろいろ扱ってて。で、ここ、パンデミックの3年間で、だいぶ DX 力入れて、結構そのオンラインのサービス展開なんかにも非常に力を入れてるし、あと見てて思うのはね、やっぱ業界をリードする立場だけあって、その CSR の活動みたいな、エコフレンドリーみたいなところの活動はね、かなり積極的にやってるなと。社会貢献活動、慈善事業、社会福祉事業みたいなことは積極的にやってる、そんななんかいいイメージのある会社かなというふうに思います。で、二つ目がね、ビッグ C ですね。ビッグ C は、これは CP じゃなくてセントラルの傘下なんですよね。で、ロータス同様、いろいろやって何でも売ってますよ、という。で、ここもやっぱこの、みんなそうなんですけど、大手の近代小売はね、この3年間で相当 DX に力入れてるんで、だいぶオンラインショッピングが、やりやすくなってるというのが、特徴ですかね。で、3社目がね、会員制の業務スーパーマクロ。日本でいうところの、アメリカのコストコが進出してますけど、あんなような感じ。コストコ皆さん行ったことあると思いますけどね。マクロですね。これもね、CP グループなんですよ。なんで、非常に強いと。マクロはね、1988年に創業して、今、タイ全土で142店舗以上展開している業務スーパーで、大量購入によるその割引があったりとか、専門的な商品のラインナップ提供したりとか、結構中小事業者から支持を得てる。で、やっぱりその辺のその商店とかね、ご飯屋さんとか、屋台屋さんとかね、そういうところの、小規模事業者ってたくさんいるので、そういう意味では、マクロは非常に重宝されているというのが、マクロですね。で、4社目がトップス。これも1980年代にできてるスーパーですかね。スーパーと CVS の業態で200店舗ぐらいやってますよということで、非常にリーズナブルな価格で提供するみたいな、そういうイメージがあると思います。このトップスもセントラルグループですね。セントラル。ロータスが CP、ビッグ C がセントラル、マクロが CP、トップスがセントラルということで、で、5番目、我らが日本のイオンが、バンコクに限定したスーパーマーケットと CVS の業態合わせて50店舗ぐらいやってますかね。で、イオンはね、どこの国行っても入ると落ち着くというのは私だけかもしれませんが、イオン頑張ってますというのが、5番目。で、右の図のコンビニなんですけど、コンビニはね、まずこの CP 傘下のセブンイレブン、もうこれが一強です。もう絶対的な存在。店舗数見てもらったら分かると思うんですけど、もう13,134店舗あるんで、もうファミリーマートとか CJ とかローソンとかも相手にならないんで、もう完全に、セブン一強体制と
いうのが、まあ、今の、タイの状況。で、ファミリーマートで900店舗ですよね。まあ、10分の1以下なんで、13分の1とかですよね。で、CJ エクスプレスで720店舗で、まあ、CJ はね、結構その東北地方に強いんで、バンコク以外に 90% を超えてるからね、バンコクであんまり見ないですね。で、あとまあローソンが142店舗とかなんで、まあお話にならないということで、もうセブン取れなきゃないのと一緒ぐらいの話ですよね。菓子なんかはもうセブン入れなかったら、セブンで目立てなかったらもう終わりっていう、多分そんな感じになると思うんで、まあ非常にこのセントラルの力が、強いですねというのが、タイの市場ですかね。で、あとまあタイの市場で特徴的なのはですね、やっぱりその ASEAN 全体で見るっていうことの中でタイを見る、でその中でさらにバンコクを見るっていう考え方がすごく重要で、だいたいその年間に4000万人弱ぐらいの観光客が来てるんですよね。で、今そのアジアのセレブの間でも、そのハワイに行くのやめて、バンコクに行くみたいなね。で、あそこに行けばその都市の楽しみも楽しめて、一方で近隣の島に行くことで、そのいわゆるビーチバケーションみたいなこともできるっていうので、タイのそのバケーションが非常に人気になってる。なので、まあ非常にその医療ツーリズムもね、盛んだし、医療も非常に進んでる。タイは先進、結構意外と思う人もいっぱいいると思うんですけど、シンガポールの方が進んでんじゃないのとかって思うんですけど、シンガポールの人がタイに手術受けに行ったりとかもしますから、非常にタイは進んでるというのが、まあ特徴だったりするので、まあタイを抑えると、 ASEAN6 の中で僕どこを抑えるって言ったら、まずタイをもうサクッとやりながら、ベトナム、インドネシアをがっつりやって、ついでにフィリピンやりながら、おまけでシンガポール、マレーシアやるみたいな、こういう位置づけが多分 FMCG は正しくて、で、それを全体最適で ASEAN6 で見るっていうことと、都市別で見ながら、どのタイミングでどの国のどの流通でどれぐらいのシェアをこう保ちながら全体最適していくかっていうことを、こうガントチャートで作りながら、それに合わせてチャンネルをこう作っていくっていうことが、まあ大変重要かなというふうに思います。はい、今日でね、この ASEAN の小売市場の話は終わりにしたいと思います。まあちょっと次回からね、何やろうかまだ考えてないんですけども、B2C だけじゃなくてね、B2B の製造業向けのお話もしていきたいなというふうに思うので、ちょっとまた何か考えてお話をしていきたいなというふうに思います。はい、それでは皆さん、今日これぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。